この人はリンリン、こっち側はほっぺたがそんなに白くないので、あずさちゃんですね。で、こっち、見えないですね。ここにリンリンの腹で寝てるのは白が多い方で、こっちはおりょうちゃんです。怖いですね。今生後3ヶ月ですかね。タッチして歩きたいとあずさちゃんが言うようになってきました。全然下手くそですけどね。あと1週間後ぐらいしたら歩けてるかもしれません。腹が重いそうですよ、リンリンは。しょっちゅう、今クーラー25度をかけてるんですが、しょっちゅう、こんな感じで、お腹もっと出して、ヒキガエルのように寝ています。ちょっとお腹ベーンって開いてるんですよ、ベーンって。ベーンって開いてるんですよ、お嬢ちゃんは。ねえ、アジュシャ。アジュシャ、アジュシャ。アジュシャは、ほっぺ周りは、白いのはあるんですけど、どっちかというと前いたせいちゃんのような、せいちゃんのめいっ子ですからね、せいちゃんのような感じ。今ゴンベさん乱入、チュキ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 、ゴンベさんは何でもかんでも好きです。かわいいかわいい。特にゴンベは妹で慣れているので、赤ちゃんのお世話も結構できます。もうちょっと大きくなったらゴンベ兄さんがすごく活躍することでしょう。で、さ、腹の上から出勤。ゴンベちゃん邪魔。ゴンベさん邪魔。よいしょ。こっちはスムース。アズシャちゃんは多分ロンチーなんですよ。で、こっちはスムースチワワで、おりょうちゃんはほっぺたがもう全然白っぽいので、この鼻の、このあたりの色加減を見て、あずさちゃんとおりょうちゃんの区別がつきます。おりょうちゃん結構綺麗に柄出てるので、わかりやすいし、毛が本当にもうスムースの毛なので、気持ちいいです。寄ってこんで。ゴンベ兄ちゃんが邪魔なのよ。おりょうちゃんはとにかく誰かにひっついていたい。ゴンベさん、カメラの下に入らんといて。邪魔ですって。もう目出して見てますね。かわいいですよね。